はい、ここはですね、今イスラエルエルサレムのですね、これ実はですね、なんとイエス・キリストが死んだ墓、死んだ、なんかね、死体ですね、死体にですね、こういうのを塗った最後の場所と言われてますね。見てください、信者の人たちがですね、まあ、口づけをしたりですね、あとこれですね、買ったものをですね、このなんていうか、キリストの死骸が乗った板の上に乗せましたね。まあパワーをもらってるということですかね。なんという朝飯っていうか、なんちゅうか、いやいや、まあ仏教でもですね、似たようなことはありますよ。なんかね、なんというか、まあ素晴らしいというか、馬鹿らしいというかですね、アホかという感じがしますけどね。まあこれ、紀元前336年にコンスタン、ローマ帝王のコンスタンティヌスの母ヘレナが、まあ、この教会をですね、作ったということなんですよ。まあこれもだから本物かどうか分かんないですよ、ここでね。ですからキリストが死んだ300年後ぐらいに、ここにキリストの墓を見つけたという勝手な出任せでですね、ここに教会作りましたね。こうやって、これはキリストが死んだ、板の上だという感じですね。今から1700年前の話ですから。でキリストが死んだのはその前、300年ですからね。今じゃざっと2000年前の話ですよ。2000年以上の前の話だから、本当かどうかよくわからん。まあようわからんけど、まあ、ね、嘘だったらこんな続かないですよね。だからまあ多分本当に近いんでしょう、いやしかしね、こんな感じですよ。くだらんねとか言いながら、私も今からちょっとね回ってみますんで、これは私の手ですから。見てください、もうついにパエノにもですね、キリストのパワーがですね乗り移りましたね。それ見てください、この顔ですよ、わーみたいな感じですね。はい、というわけで私はですね、ついに神の手、これが本当の神の手ですね。あ、ほかという感じですけどね。というわけで、はい、ここはイスラエルエルサレムのですね、キリストが死んだ、死んだというかキリストのですね、遺体を乗せた、なんとかの板の上ですよ。まあ最後、まあここでキリストが死んだというところにですね、来ました。はい、というわけで、どうもどうも、ありがとうございました。はい、っていうかもうちょっとねやりますけどね、まあ、こんな感じです。エルサレムの、聖キリスト、まあ墓です、聖墳教会というところですからね。はい、というわけです。はい、頑張ってね。ダメよそんなの、神を頼ってキリストに頼って人生ですね、少しはいかん、自分の意思で生きろ、自分の意思で頼るな、この野郎、クソったれが、アホたれが、よし、サンキュー、はい、どうも。